何の用だビクセン。あんたの持ち場は地面の下だろう。手助けに来てやったのだ。お前たちは空を高く買っているようだが、果たしてそれほどの存在かな。本当に価値があるのか見極めるには実験が必要だ。あんたらしいわね。要するに実験しないと気が済まないってわけでしょ。本能だよ、科学者としてのな。別に構わねえけどよ、あんた空を試すついでに自分のしもべも試す気だろ。しもべ？研究成果と言ってもらおう。おもちゃの間違いでしょ。理解できるものがほざくな。まあいい、せっかく来ていただいたんだ、あんたにも楽しんでもらおう。先輩へのプレゼントだ。そいつを使えばもっと楽しい見せ物になる。空と陸の故郷の記憶だ。そんなもの何の役に立つんだ。ナミネの力であんたに陸の記憶を植え付けるのよ。ついでに自分が偽物だってことも忘れてもらうわ。要するにあんたの心を作り変えて本物の陸と同じにするってわけ。あ、心を作り変えるだと？陸は闇を怖がる弱虫だぞ。そんな奴の心なんていらない。いいわね、ビクセン。こいつは空を試す道具なんでしょ。やむを得んな。なんだと？俺を裏切るのか？
役に立ってもらうと言ったはずだ。な、大丈夫よ。多分そんなに痛くないからさ。ふざけるな。が偽物が私に勝てるわけないでしょうが。でも安心していいわ。私にぶちのめされた記憶だってナミネが消してくれるんだから。おまけにあんたの心にはとっても素敵な思い出ができちゃうわ。嘘の思い出だけどね。やめろ、やめろー。